どうも、伊達ちゃんです。伊達ちゃんね。私は紅茶です。どうも紅茶です。今日はこれを買ってきました。果たして食べるのか、うちの子は。こらこら、干されちゃったよなんてやつだ。じゃあまずはラテちゃんから。どうだい、うん、ほい、どう、お食べますね。お、いいぞ。いいね。私の手かじらないでね私の手をかじらないでね。いて、かじっ。振りじゃないのに痛いよ。美味しいね。私の手はかじらないでね。自分で持って食べれる？食べてますね。よかったよかった。結構買ってきても食べない時とかあるんで、すごいグルメなんですよ、モルモットって。あれはやだ、これはやだ、ずっと人参あげてると人参食べなくなるし。美味しいね。いいね。じゃがりこみたいに食べてる。美味しい。すごい引っ張る引っ張る。可愛いですね。美味しいですか、ラテちゃん。いいね。パリパリ。はい。よ。上向きながら食べちゃう。美味しいですね。美味しいね。すげえここ汚くなったよかったよかった。うさぎが大好きな牧草と人参が入ったスナックです。高圧縮タイプなので、かじることで歯の伸びすぎ、ストレス発散に手で持って与えることができるスティックタイプです。まあ、おやつ、スナックだからおやつなのかな。ラディちゃん、まだ食べたい。まだ食べたいの？あなた太りすぎだよ全然ほら残ってる。ちゃんと食べて。ラディちゃんもういい？すごい、カスがほら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 、食べて、ちゃんと。美味しいね。美味しかった。また食べようね。また食べよう。ラテちゃんには高評価です。あんまり食べるとね、これすごいデブなんで、おデブなんでね。ねえ、美味しかったね。よかったね。また食べるか。またこれはじゃあラテちゃんが食べるんで、ラテちゃんのためにリピ買いするかもね。美味しかったですね。ね、何？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 ガジガジ。元気じゃん今日は。
おしっこもしかして、おしっこじゃない、おしっこじゃない、おしっこですねおしっこですね。なじっちゃん、おしっこしちゃったタオル、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 もうラテちゃんったら、まろちゃん、うん、はい、次はまろちゃんです。まろちゃんどうですか、体の調子は、体の調子はどうですか。まあ、割と元気だよね。もう結構年寄りなくせに一回も病院に行ってない。怪我は何回かしたけどね、爪が取れたり。まろちゃんは抜け殻で可愛いんです。でも真っ黒だからラテちゃんと並べるとカメラが撮りにくい。まあ置いて、それはさておき。はい、まろさん、まろちゃん、まろちゃん、ほら、なにこれ、お、持ってく、まろ転がってる、どっか行った、どっか行った。はい、あ、食べますね、食べるじゃん。あれ、なんか顎の下怪我してない大丈夫。はい、え、終わり、マロさん、マロさん終わり、マロさん美味しくなかった、マロさんいいの、嘘だ、マロさん美味しくない、美味しくないか、ほら、マロさんいらない、ふいってで、これもう一種類あって、人参なのかな、これは、うそー、食べない、マロさん、うそー、食べないです、マロちゃんは嫌いみたいです。やっぱこうやって個人差があるんですよね、モルちゃんにも。マロちゃんマジ、もういいの、食べないの、マロちゃん、いいの？食欲がないの？もしかして実は。まろちゃんは嫌い、嫌いみたいです。このガングロ、このガングロ、ガングロちゃん。ほら、終わっちゃうよ、まるちゃんのターン終わっちゃうよ、いいの、まるちゃんは食べません。まろちゃん嫌いなのマジかよ。はい、じゃあ次は紅茶さんです。汚いけど、汚い、汚いおじさんですけど、可愛いやつです。あ、怒ってる、歯ぎしりしてる、多分まろちゃんたちの匂いがするから嫌なんでしょうね。こうちゃんさん、お尻、お尻向けなくていい、こっちね、こっち。こうちゃんさん、今日はね、いいものを買ってきたんだよ、ほら、どう、お、お、食べる、
どうだい、ちょっと硬いか。お、食べる食べる。食べてます。おいしい。ちょっと硬いね。おいしいね。紅茶は食べるんだ。ちょっと硬そうですね。顎が弱まって。おじいちゃん大丈夫？食べれる？おいしいね。はい、いいよ。食べます。うまい？よかったよかった。紅茶さんは食べる。あ、手にうんちがついとる。汚い。おいしい？おいしいですか？ちょっと見えないわ、そこだと。はい、はい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 。いいよ、私が持っとくから食べてていいよ。どう？これはね、歯に良さそう。確かに。紅茶さん特に好き嫌いが激しいんで、食べてくれると嬉しいですね。お年寄りなんでどんどん体重も減ってっちゃうんで。うまい。でもなんか飽きそうだね。おいしい。はい。顔。出ちゃってる。はい、持ってく。これいくらだったかな。ホームセンターで売ってたんで買ったんですけど、ウサギ、モルモットなどの小動物。なんでウサタン飼われてる方もぜひ。ただここにウサギに適したって書いてある。モルちゃんはたっぷりたっぷり 200g です。あ、食べた食べたか。どうせここにあるんでしょ。ほら、ある。ちゃんと全部食べて。はい、はい、人参入り。アルファルファの牧草だそうです。これは良さそう。紅茶さんも食べるし、ほら残ってる。もういい、もういい、ね、落ちてる床に。こいつほら落ちてる。いいのも、ほら残っとるよ。ええんか、ええのか。いいみたいです。いつもの喧嘩すんなよ。あー、びっしり。
らこらこらこら、ダメですよ、ダメでございます。喧嘩したら、はい、どんどん、はい、はい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 、どう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 、皆さんどうどうどう、落ち着いてください、落ち着いてください、落ち着いてください、はい、落ち着いてください、押さないでください、は走らないでください、プー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 言い出しちゃったね、プー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 、はい、以上健康牧草スナックでした。このいつものよくペットショップで見かけるミニマルランドさんのところですね。ぜひ皆さんにも、皆さんのモルちゃんウサちゃんにもあげてやってください。ただこら、喧嘩しない、ただこの子、この子は食べませんでした。長老はまあまあ食べました。ラテちゃんは、ピチピチラテちゃんはすごい食べる。ご視聴いただきありがとうございました。ほら喧嘩しないよ、だだだだだだ、ほらダメ。じゃあお家帰ろっか。どうしたの、何、帰るぞ、キュッ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 、はい、帰りますせ、おじいちゃんたち、はい、紅茶さんもね、ありがとね。